おはようございます。今日は7月の18日。別にね、何かがあるわけじゃない、ただの土曜日なんですけど、珍しくですね、カリフォルニアというか、私の住んでる地域では特に珍しく、雨が降ってます。ちょっと見えないから、ちょっと待ってね。見えるかな？こんな感じで雨が結構降ってますね。なんか雷とかも鳴ってて、すごい降ってます。ということで、先週ちょうど、結婚式があって、今週はちょっとね、ゆっくりお休みしようかという感じでやってるんですけど 先週着たスーツをね、クリーニングに出しに行きたかったみたいなので、今ちょっとクリーニングに来たんですけど、今日は何するかな。もう実はお昼過ぎてて、まだお昼ご飯食べてないんですけど、朝ごはんがゆっくりだったんで、ということで、スーパーに行くぐらいだと思うので、すごいランダムなブログになっちゃうと思うんですけど、そんな感じです。グリーンジュースを作ってみました。さっきコストコで買ったものたちを入れたんだけど、私はセロリ嫌いなんで入ってないんですけど、このほかにこのケールとか、ほうれん草が入ってるミックスのやつを入れて、何言ったっけ、あとこれ、きゅうりもちょっと切って入れて、あとこのグレープ、ホワイトグレープっていうのが白ぶどう、種なしのやつですね。これを入れて、あとライムが半分あったので、ライムをギュッと絞って入れました。あとはね、ペアっていうの、アップルペアを買ったんだけど、これちょっと入れなかったです。さっぱりちょっとしたかったので、で、完成がしたのがこんな感じ。ちょっと今もう飲んでるけど、お水をちょっと多めに入れたので、サラサラな感じになってるんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。今度なんかもっといろんなの作って、YouTube にレシピっていうほどレシピでもないけど、ね、載せたいなと思います。今日の夕ご飯はお寿司を食べに来ました。私はちょっと来たことないところなんですけど、志村っていうファンテンバレーっていう場所にあるお寿司屋さんなんですけど、美味しいかどうかちょっと食べてみます。